今回お話しする方は高遠桜道の時にお世話になりました伊藤さんという方です。その時は伊那市観光協会にいらした方で大変お世話になりました。その伊藤さんとお話します。伊藤さん、こんにちは。お久しぶりです。どうもご無沙汰してます。お元気ですか？おかげさまで。あの高遠桜道の時は大変お世話になりました。いろいろありがとうございました。もうあの一番お世話になった方です、伊藤さんが。そんなことないですけど、のたび私も対応させていただきましたので。いませんでした、本当に。なんかあの、茅野とか岡谷に迎えに来ていただいて。そうですね、なんかあの交通の便の悪いところで申し訳なかったです。なんかもうほら何分の電車に乗らなきゃいけないっていう時にこうね、こう慌てさせてしまって、本当にとんでもないです。お世話になりました。どうぞ。ありがとうございました。あの最近ファンの方から、あの高遠の城址公園の私の植えた桜、あ、はい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 、の写真をすごいこう見せていただくんですよ。あ、そうなんですか。はい、で、あ、元気だなとか、あ、咲いてるなってその写真を見て思ってるんですけど、あの高遠の桜、私の桜はあれはどなたが管理してくださってるんですかね。伊那市に桜森っていうのがいまして、もう城址公園から中心にあの管理しているんですけど、はい、桜森が3人いるんですけど、その方々がしっかりと管理をしています。 ありがとうございます。その方、皆さん3人の方、よろしくお伝えください。はい、では伝えておきます。ところで、今年こういうコロナの状況で桜祭りってやらなかったんですよね。そうですね、もう中止せざるを得なくて、もう公園そのものも閉鎖をしてしまって、公園に入れないかったんですか。お客様来ても入れない状態にせざるを得なかったっていうのが、なかなかあの頃やっぱりコロナに対してのその地元の皆さんのあの考え方というか反応も、やはりちょっと見えない部分もあったんで、あの公園開けてるとお客さん多分来ちゃうっていうようなこともあったんで、もう閉鎖という形を取らざるを得なかったっていうこと で、普段はあそこはこう常に開放されてるんですか。そうですね、通常に自由に出入りできる状態で、まあ、桜の時期だけはあの今有料でやらせてもらってるんですけど、それ以外の時期は普通にもう自由に出入りできる状態にはなってます。そうか、じゃあ、 あの圧巻のね、すごいもう満開の桜は今年は誰の目に止まることもなく、そうですね。特に今年意外と綺麗に、あの年によって若干こう花の状況とか違うんですけど、はい、本当綺麗だったんでちょっと残念だったなっていうのはありますね。あ、そうですね。なんか、私そう思いました。私ね、その高遠にお住まいの、女優さんで、以前私劇場公演でご一緒させていただいた女優さんが高遠の出身なんですよ。あ、酒屋さんで黒河内さんと、黒河内さん、はい、はい、の、あ、本当ですか。お兄様から、甘酒をね送ってくいただいて。そうですか。そう、それがご縁で、ええ、であの高遠桜道を歌っていただいてありがとうございましたっていうことで、ええ、それであの今年の高遠の桜はもうあの何、お客様は誰もいないですけど綺麗に咲いてますよっていうお便りをねいただいて、ああそうなんだっていうふうに思ってね、ちょっとなんか切ない気持ちになったんですけど、本当に私も知ってる範囲では本当桜祭り自体が中止をせざるを得なかったっていうのはなかったんで、一度だけあの雪が降って桜の満開の頃に、もう枝が折れたりしててちょっと危険だっていうことで、あの一時的に閉鎖させてもらったことはあったんですけど、まあ、ずっとシーズン通して閉鎖っていうことは過去にはなかったんで、ちょっと残念ですね。あれ、他は私がお邪魔したバラ祭りとか、はい、バラ祭りも残念ながら中止という形を取らせてもらって、で、あとおそば祭りの関係も、はい、あの来ていただいたんですけど、そば祭り行った、はい、中止で、ただ唯一のもみじ祭りが今週末から、行う予定で今準備を進めてます。
え、それはいけます？ええ、大丈夫です。はい。あ、まあ、しっかり消毒だとか検温とか安全対策の上で開催する予定で今やってます。うん、稲祭り、夏の暑い時期のあの稲祭りもない。なっちゃったんですよ。ああ。あれこそ本当にもう完全に密になるっていうことで、もう確かに中止しちゃったんですよね。ね、屋外でもやっぱりそういうのはたくさんの人集まるから。本当、水森さん、おいでになったイベントでは、本当、唯一、このもみじ祭りだけは、なんとか、今、できそうかなと思ってます。よかった。じゃあ、ね、またたくさんの皆さん、もちろん桜の時期もね、最高ですけど、広島公園のあの、秋の、うん、景色というか。そうですね。ね、もみじも結構きれいに見られるんで、うん、まあ、お客さんおいでいただいて、まあ、おそばも、高遠そばの新そば祭りはその女子公園内でやってますんで、うん、おそばは食べられます。あ、いいじゃないですか、うん、じゃあぜひ。そうですね、ね、うん、水森さんおいでになった時、ファンクラブの皆さんのツアーの時にも会場になったあの建物、はい、あそこでおそば召し上がることができるんで、はい、あ、女子公園の中の、そうです、そうです。あ、ね、もうね、ほんと皆さん銚子公園ぜひ行っていただいて、だから来年はね、きっと、桜も、うん、方向で今回もみじやって、どうやったら、どういう形だったら桜祭りもできるかなっていうのも検証しながら、うん、みたいに来年はぜひ桜祭りはもう開催したいというふうに思ってます。そうですね、私もちゃんと開催できるように無事を祈っております。ありがとうございます。はい、来ていただける。白鳥市長さん、お元気ですか？あ、いや、おかげさまで相変わらずもうバリバリとつやつやで、はい、はい、よろしくお伝えください。はい、承知いたしました。はい、本当に、伊藤さん、ありがとうございます。本当にありがとうございました。のこれからまたお元気で。あ、水森さんもそれこそ本当にいろいろと大変だと思いますけれども。いえいえいえ、もう紅白のね、舞台でも去年歌わせていただいて、高遠桜道、ありがとうございました。本当にありがとうございました。またこれからも大使として一生懸命努めてまいりますので。お願いいたします。はい、よろしくお願いします。すみません、よろしくお願いします。すみません、お忙しいところありがとうございました。ありがとうございました。また連絡します。はい、お待ちしております。ありがとうございます。